バールくんネバ納豆兄さんです。今回は鬼から電話、指しゃぶりをやめないとき指鬼の仲間にしてやるぞをやってみましょう。怖そうネバね。いくよ、ポチ。うわ、怖なんか指舐めてるネバよ、ね、なんか指溶けてる。じゃあ応答しますよ、ポチ。もしもし、僕は指鬼。僕はね、指しゃぶりが大好き。テレビを見るときや寝るときもいつも指しゃぶりをするよ。ちっちゃいときやっちゃうよね。あれ、君も僕みたいに指しゃぶりが大好きなんだね。口の中のネチャネチャが気になる。仲間だ、仲間。バイキン入るよ。僕も昔は普通の人間だった。そうなんだ。でもいつもいつも指しゃぶりをしていたら指鬼がやってきて僕を指鬼にしてしまったんだ。そんな怖いことあんの？僕も君を迎えに行かなくちゃ。指しゃぶりの仲間だからね。お家の大人たちの言うことを聞かないで指しゃぶりを続けると君の指と歯を僕みたいにして仲間にしてやるぞ。怖い。どう？楽しみだね。やだやだ。今どこなの？待っててね。怖すぎるね。指しゃぶるだけでこんなになっちゃうの？ねえ、指しゃぶって鬼になるって聞いたことなかったね、ばだけども。なんかね、昔ね、私も指舐めちゃってたことあったな、ちっちゃい頃。いや、今はね、爪噛んだりすることもちょっとあったりするから。いや、ダメダメ。爪噛み鬼になっちゃうよ。やだね、やめよう。もうそうね、パネ。でもさ、ほら、指しゃぶりってほら、なんかおっぱいを、うん、取られて、まだちょっと早めに取られちゃったから寂しくて吸ってるとかって言うじゃないね。そう、お口が寂しいからね。そのうちにね、勝手に自然にやめるって聞くから、無理やりやめさせなくていいと思ってたけど、指しゃぶりの鬼になっちゃうんだったらさすがにちょっと続けられないねばね。そうね、みんな指舐めんのやめようね。やっぱりバイ菌も多いからね。最近はね、ほら、ほら、そこら辺触った指で舐めちゃうと菌移っちゃいますから。そうだよ、やめましょう。そう、口寂しかったら納豆粒口の中入れなねばよ。そうね。じゃあ、そういうことで、じゃねば。じゃね。ネバールくんネバ。納豆お兄さんです。鬼から電話。どどん。今回は物を大事にしないとき使えなくなってしまうよ。妖怪からネバね。じゃあ行ってみましょうか。ポチ。傘化け。傘化け。じゃあ応答します。ポチ。もしもし、私はかさ化け。君は物を大事にしないんだって？私は乱暴に投げられて、こんなボロボロの姿になって、とうとう傘のお化けになってしまったんだ。いや、もともとお化けじゃなかったってこと？乱暴に投げたり、叩いたりすると、使えなくなって壊れてしまうよ。次から物を大事にできるかな？本当にできるかな？目が怖い。ベロも怖い。また君が物を大事にしなかったら電話するからね。あ、傘化けってさ、ほら、傘でしょ？うん。なのにこう雨降ってる時閉じちゃってるのね。そうね。で、手とかがほら外出ちゃってるからびちゃびちゃだね。傘化け自体はもうびちゃびちゃ。だって口んところからもうさ、雨入っちゃうよね。入っちゃってるね。もともとこれ傘だったのかね。まあ、さっきの話によると傘で、うん、で乱暴に扱われたから妖怪になっちゃったっていう話。
そうね。でもよく考えたらビニール傘とか結構雑に扱っちゃうな。そうね、パネはビニール傘だけじゃなくてさ、ほらすぐ忘れちゃったりとかさね、本当だよね。子供とかはほら傘ひっくり返したりとかするね、ばだからね。だってさ、あの雨上がったばっかりの時ってさ、そこら中に傘ぶら下がってる時あるよね。例えばね、コンビニもやったら刺さってたりする ね、まあでも物もね、生きてますよ、魂ありますよってことね、ばですから、ね、何でも無駄にせずね、そうしっかりとね、大事に大事に使うんですよ。そうね、ばよ、うん、みんなこんな傘化けみたいに妖怪になっちゃうね、ばだからね。なりたくないでしょ。そうね、ばよ、うん、みんな物は大切に使おうね、大事にね、うん、じゃねば、じゃね。背中が大きい。いや怖そうだね、うん、じゃあ応答いきます。ポッチ、もしもし、赤鬼です。また意地悪したんですか。意地悪ダメねばね。この前言うこと聞かない子は辛い鍋に入れて食べるぞって言いましたよね。この肉子供の子の、うわ怖いよそれ。すぐ電話に変わってください。怖い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 、こらースーパー顔に意地悪をする子は鬼の山に連れて行くぞ。いやこれは怖いよ。今から迎えに行くからな。意地悪絶対しない方がいいねば。もう意地悪しないって約束できるか。次は本当にお家に行くからな。いい子でいろよ。この赤鬼一番怖いよね、やっぱね。怖いし、なんかいつの間にかこうスーパーサイヤ人みたいな、こう髪の毛立ったり金色になったりするようになっちゃったな、赤鬼さん。これは修行してるね。そうねばね。あーすごいわ。ちょっとびっくり。いや意地悪って難しいんだよね。そうね、だからやっぱり悪意を持ってやった時はダメってことだよね。そうだね、だからや、うん、相手が嫌がってたらもうそこでストップするとか。やっぱり相手が泣いてる時にもやっちゃってるっていうのはやっぱり認識させないとね。そうだね、その時はもう相手が泣いても続けてやってたらもうすぐ赤鬼電話ね。そうね、うん、じゃあそうやって使ってみてください。はい、ネバー。じゃあね。じゃあネバよ。ネバネバ TV を見てくれてありがとう。ネバー、チャンネル登録してネバね。アプリの情報はホームページにあるねばよー。